きしめて新築のガラスにも熱く燃やせ俺を乗せて聞いてくれて時は変わる命かけて服従にが呼び込めた地上さ兄弟です。本日はセイントセイヤのオープニングペガサスファンタジー宮本い私レフトによるクソオープニング動画ユニコーンジャブのユニコーンファンタジーご視聴いただき大変ありがとうございました。今日はユニコーンジャブこちらの方をレビューするのいやいやこちらのジャブまあそれこそリバイバル版になるんですけども以前動画の方でレビューさせてもらいました。実を言うと以前コメントの方でユニコーンジャブのオープニング作ってほしいってコメントの方いただいたんですよね。今回再現させてもらいました。ただこのオープニング動画だけですと動画の尺短すぎだよねということで今回ジャブの魅力語っていきたいと思う。実を言うと私レフトユニコーンジャブセイントセイヤのキャラクターの中ではベスト5まあ俺の中ではベスト5に入るぐらいユニコーンジャブめちゃくちゃ好きなんですよ。ということでねジャブの魅力を熱く語っていきたいと思う。まあ視聴者の方もね結構ジャブ好きな方も多いんじゃね。では早速いくっすよ。まずはオブジェ形態の方は引っ込めておこうか。まあジャブといえばね確かセイントセイヤ、まあアニメで語っていくんですけども、第1話から登場してたと思う。ただ本格的に登場したのが、確かセイントセイヤ第2話の燃えろペガサス流星剣。ここで確か沙織さんを絡めて登場してたんですよね。ではその時の対戦相手、用意してますよ。ペガサスセイヤ。ここはあえて私服の状態で再現させてもらいました。まあクロスボックスも一緒に持ってたかな。セイヤがペガサスクロスを手に入れて、木戸邸に戻ってきた時に、確かジャブは登場してたんだよね。じゃあ、セイヤとクロスボックスの方はここに置いといて、その時のジャブのお姿がこちら！やっべ、これプレイ中だな。改めまして、ユニコーンジャブはこちら！今回、私服の方で再現させてもらいました。あ、ちなみに手首パーツなんですけども、こちらね、暗黒セイントの誰かの手首パーツ、あれを取り付けて、まあ、ジャブグローブしてたじゃないですか。あの姿を再現させてもらってます。まあ、こんな感じで、セイヤと対峙するんですよね。あ、間に、沙織さんは入れといた方がいいか。この位置がいいでしょう。それこそ、クロスをまとってない状態で、沙織さんの前で二人が戦うんですよね。俺初めてこのシーン見たとき、ユニコーンジャブ、めちゃくちゃかっこいいんじゃねって思ったのは俺だけではないはず。この時がユニコーンジャブ一番輝いてたんじゃないかな。改めてまあ、マイスなんですけどもこうやって見てみるとキャラが被る。うん、非常に被りますね。じゃあ次はねギャラクシャンウォーズの方に行くんで一応ジャブの方クロスの方装着してみたいと思います。クロス装着しました。ということでギャラクシャンウォーズ第1回戦でのユニコーンジャブの対戦相手用意させてもらいました。それがこちらライオネット版。いやーマジで雑魚感というかかませ感が全開なんだけど。あ、この辺りにしとこうか。まあ、ギャラクシャンウォーズ第1回戦ではジャブとバンが戦うんですよね。このシーンではジャブの圧勝と思いきやなかなか苦戦しています。ジャブ結構腹パンとか食らってたんじゃなかったかな。あ、そこでね、皆さんに少しお聞きしたいです。アニメ限定になるんですけども、ユニコーンジャブ、角のところから電撃みたいのを放っていて、ライオネットバンの動きを止めてたような技放ってたんですよね。これは果たしてなんていう技？私レフト全然わかんねんで、詳しい方、コメントの方で教えていただけたら幸いです。まあ、ジャブ対撃、結局はユニコーンジャブのユニコーンギャロップ。まあ、技名はあの時放っていなかったんですけども、ユニコーンギャロップによって見事やられてしまいましたね。で、続きまして、ギャラクシャンウォーズでユニコーンジャブが戦ったのは、出しますよ。アンドロメダ、シュンくん。確かこの時は、セイントセイヤ第5話、奇跡の復活、友情のコスモ。この回で、アンドロメダ、シュンとジャブ戦うんですよね。まあ、実力の差はね、やっぱり圧
倒的シュン君の実力。いやー、ジャブは手も足も出ず歯が立ちませんでしたね。ただこの回すごくいいのがシュン君のクロス装着のシーンとユニコーンジャブ、これめちゃくちゃレアっすよ。ユニコーンジャブのクロスの装着シーンが見られるんですよ。いやー、これ結構俺当時興奮したんだけどね。まあ劇中ではアンドロメダシュン君によってジャブクロスもボロボロになってたんじゃなかったかな、やられてしまいました。この後セイントセイヤ第6話フェニックス地獄を見た戦士で登場したのがシュン君の兄さんですよね。まあ兄さんに確かボロボロの状態でジャブ絡むんですよね。確か肩のあたりバーンって吹っ飛ばされて一気に見事やられてしまいました。このあたりからだよ、このあたりからジャブはもうモブ化しだしたんだよね。それでギャラクシャンウォーズ以降のユニコーンジャブ、アニメでの登場になるんですけども、シルバーセイント編、全く出てなかったような気がする。まあ、ましてやね、戦闘なんか一切参加してないっすよ。アニメオリジナルの回、ここには出てた。いや、ここにも出てなかったような気がする。まあ、戦闘的なシーンは一切見ることができませんでしたね。まあ、劇中ではモブ的にちょっと映ってたかもしんね。まあ、そのあたりはよくわかんねえんだけど、その後、出番がないまま12級編の方に突入していくんですよね。12級編来ました、ジャブの再登場。まあ12級編の中盤ぐらいかな、増強相手にブロンズ2軍大集結しましたよ。ここで見せ場が出ました。増強相手に増強相手に増強相手にユニコーンギャロップ炸裂、ここが唯一の見せ場だったんじゃねえのかな。まあね、あんまりジャブ自吸ってもしょうがないんで。で、この後12級編終わった後にアスガルト編突入ですよね。来ました、再び再登場、アスガルト編出ましたよ。そこでユニコーンジャブの前に登場したのが、来ました、アスガルドからの刺客、ゼータ星ミザルのシド。シドがジャブの前に立ちふさがるんですよね。まあ当然この時ジャブは私服でした。残りのブロンズ2軍のメンバーも大集結していました。さすがミザルのシド、圧倒的実力の差を見せます。ジャブも私服の状態とはいえ、ブロンズ2軍5人まとめてシドは吹っ飛ばしてしまうんですよね。いやー、これまた完全にかませになるな。かなり不遇なキャラなんですよね。じゃあその後登場したかっていうと、もうアスガルド編ここの回以降は一切登場していません。その後ポセイドン編に入るんですけども、ここでも出番は全くありません。当時のテレビのオリジナルから14年ぐらい経った後かな、 OVA 冥王ハーデス編始まりましたよね。ユニコーンジャブ来ました、出ました。まあ何をしてたかというと、サンクチュアリの警備ですよ。こいつは見事警備員になってしまったみたいです。まあその時なんですけども、これ気づかれた方多いと思うんですけども、ユニコーンジャブマスクの方はしてませんでした。ブロンズ1軍の聖夜たちがマスクの方、ヘルメットタイプからヘッドギアタイプになったんですよね。唯一ここでも取り残されたのが、このアニメのヘルメットタイプのマスク。これはマスク装着やめてしまえばいいかってことで、ユニコーンジャブはマスクをしてない状態で登場しました。これはある意味あれと同じかな、原作版の聖夜のあのヘッドギアのマスク、あれなくした設定にしましたよね。あれと同じ状態にこのユニコーンのジャムをしてしまったんじゃないかな。今回紹介させていただきましたブロンズセイント2軍のリーダー的存在ユニコーンのジャブ、まあ聖夜とキャラクターが被るってことで突如劇中から消え去られてしまったセイントになるんですけども、私レフト個人的には大好きなセイントになります。まあなんせイケメンでクロスなんかもすごくかっこいいんすよね。ジャブ好きな方多いんじゃないかな。ちなみにセイントセイヤオメガですと、ユニコーンジャブ、まあセイントこそ引退出してしまっているんですけども、牧場主ですからね、結構な富豪になり上がったんじゃねえかな。ちなみにライオネットソーマ、ライオネットボンバーを授けたのはユニコーンジャブ、こいつじゃねえんだね。このあたりの設定はよくわかんなかったです。それでこのジャブの声優さんになるんですけども、冥王ハーデス編ではジャブの声変わっちゃってんだよね。俺の中では当時のオリジナルの声、この声がすごくジャブに合ってて俺は好きだったんだけど、このあたりはちょっと残念かな。それこそ今日はジャブの動画、こちらの方を作らせてもらったんですけども、次回は通常レビューの方に移っていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。